おにぎり、どうぞ召し上がれ。それは海苔。海藻を干して固めたシートだよ。食べられるから心配しないで。口に合ったみたいでよかった。パンの方がいいかなと思ったけど、すぐに用意できるのはこれくらいしかなかったんだよね。とりあえず上がって。そんでもって葵は、さくらのこと叩き起こしてきて、家族会議開くよ。最初に言っておくけど、私昨日の朝のことは謝るつもりないから。あんたそれだけのことしたって分かってるでしょ。でも一晩経って頭が冷えたっていうか、外に放り出すのはちょっとやりすぎって思わなくもなくって、っていうか、むしろひどいって気もしなくは。ああ、もうとにかく、私は知らない。あとは葵と桜で決めて。で、桜、ちゃんと起きてる？朝弱いのにごめんね。はい。ちょっとまだ眠いのですけど、大事なお話ですから、大丈夫です。昨日のことは僕が不注意だったのが悪いから。それに、おにぎり美味しそうに食べてくれたよ。ああいう食べ方する人に悪い人はいないと思うんだ。私は、最初は驚きましたけど、外国
からのお客様を放り出すのは道義にもとると思うのです。泊まり寮に男の子がいた時期もありますし。ごめんなさい、外に放り出すのがやりすぎたと思う。だから昨日のことはこれでおあいこってことにして、水に流してやらないでもないっていうか。喧嘩両成敗だね。はい、二人とも握手握手。弥生カーリンよ。ではこれで、あなたも巴寮の新しい仲間ということで決まりですね。よっしゃ、今日は歓迎会だね。料理の腕によりをかけちゃうよ。巴寮の一番大事なルールは一つ、ここに暮らす子はみんな家族。短い間だけど、あんたもそう。家族を大事にして、絶対に裏切らないこと。いいわね。巴寮へようこそ。あんた、何さっきからニヤニヤしてんの？正直キモいんだけど。あら、待ちきれませんでした？今日はあまり時間もないですから、シンプルにクッキーを焼こうかと。私の父がイギリスびいきなので、私も紅茶糖なんです。それは直接食べるものではありません。チューブから？お国が変われば随分違うものなのですね。でもつまみ食いはダメですよ。
のよ、あんたは。さくらの邪魔をしない。おとなしく座ってなさいってば。あんた何やってんの。まあ本人が楽しいならいいんだけど。あんたの国だと違うの。ああ、そういうのをドラマで見たことある。でもそういえばなんでだろうね。日本の家ってぴっちり閉じてないからそれだとダメなのかも。あんた日本のことそんなに好きなの。そう、じゃあこっちにいる間せいぜいいい思い出ができるといいわね。葵は一人で料理から洗濯から巴寮の家事全部やってんのよね。あの子基本怒ったりしないんだけど、台所を自分の城だと思ってるからその辺だけは気をつけた方がいいよ。それを育てた方々に感謝を込めて美味しくいただきますと。食べ終わった時はやっぱり感謝を込めてごちそうさまだよ。食べてからにしようね。いろいろ作ってみたけど、君はどれが好きだった？いろいろと美味しい和食を作ってあげるよ。楽しみにしててね。それなら心配しなくても大丈夫だよ。
じゃが明太子ソースピザお持ち入りだよ。明太子ソースにじゃがいもとソーセージにお餅を乗せてマヨネーズでまとめたの。お店のピザが美味しそうだったから参考にしてみたんだ。でもあげないかんね。かりんちゃんはマヨラーなんだよね。気持ちいい食べっぷりしてくれるから僕も作るのが楽しみなんだよね。本当、葵さんの料理は美味しすぎてついつい食べ過ぎてしまいますね。ごちそうさま。わあ、お腹いっぱいです。朝食のものでして。ねえねえねえ、君は日本が好きで留学してきたんだよね。日本食もいろいろすごく興味あるんじゃないかな。やったー、そう思っていろいろ用意してみたんだよ。どうぞ召し上がれ。君は日本通みたいだからちょっと通好みのところ用意してみたよ。梅干しでしょ、納豆でしょ、卵かけご飯でしょ。
丈夫？胃薬飲もうか？楽しかったね。君はお客さんなんだから休んでていいんだよ。それじゃあお願いしちゃうね。二人はこういうの全然手伝ってくれないからすごく嬉しいな。そしたら僕が洗うから。ちゃんとさくらちゃんがお風呂に入るって言ってたんだった。見ないでください。こんなドスケベクソ大臣、殺すしなす国に帰れ。